今お話したように、我々の事業自体がですね、そのもの事業自体がなければならない、それを継続していかなきゃいけない、つまり持続する、これがサステナブル、だから社会に貢献していくんだと、そういう分かりを我々持っているんだろうというふうに理解しています。2番目に行こうかと思います。業績です。業績は重要なことですので、きちっとお話ししようかと思いますが、ちょっと数字が出るかと思いますが、数字を見ていただきたいと思います。これはですね、2010年から2022